チャップチャップ。さあ、いよいよ、はい、開幕と。いやー、待ってました。来ましたか。待ってたな。ついに来ましたか。やっぱコロナがあるしさ、はいはい、動きが取れないし、去年はなんか中途半端なシーズンだし、はいはい、でやっとまた始まるという、ね、そうですね。そこで、はい、開幕カードを占ってみようという。なんだよ。開幕、勝敗をってことですか。勝敗をだな。なるほど。迷惑ですね。絶対お前ら疲れてる。疲れてないっすよ。疲れてないっすよ。むしろ豊さんちょっと疲れてますよね。なんかもう寝そうですよ。全然。ポーポーしてる。ポーポーしてる。ポーポーしてる。すいません。何が？行くしょ。行くしょ。とりあえず謝らせてください。ということで。はい。ね。はい。まずどっちから。あ、セリーグかパリーグ。お前なんか頭回ってないから完全にぼーっとしてるよ、ね、ポワポワしてます。セリーグからいきましょう。セリーグから、はい、はい、え、じゃあこれカード出していいか。なんだよ、ちょっとお前が仕切れよ。いや、なんか豊さん指導だったんで。ということで一応対戦カードだけちょっと出させていただきます。はい、はい、こういう感じになってます。ちょっとセパ一緒にしてるんですけど、はい、セリーグ、巨人 DeNA、はい、でヤクルト阪神、はい、広島中日というカードですね、はい、でパリーグは、パリーグが楽天日本ハム、西武オリックス、ソフトバンク、はい、ロッテがこれ開幕のカードになりますだね。はい、はい、なんでまずセリーグからちょっといきましょうか、はい、セリーグの、開幕投手も、開幕投手は、まあ、巨人が菅野、菅野投手、まあ、DeNA はおそらく、はい、おそらくって今日の動画だよな。浜口、あ、違ったらごめんなさい。菅野投手対浜口投手、はいはい、ということで巨人が5対1、スコアもうちゃんと5対1、はい、というのは、はいはい、やっぱ菅野は開幕に慣れてるでしょ。まあそうですね。で、DeNA の方はもう本当ギリギリまで誰かわからないというような状態で来てて、やっぱ開幕のプレッシャーってかなりあるんだよな、うん、でそれを考えると、まあ、5対1になるかどうかは別問題として、大体このぐらいの力の差があると思うんだよ、はいはい、やっぱこう巨人が勝つかなっていうふうに、まあ、こっちの DeNA にしてはもうやっぱ助っ人外国人はまだ間に合ってないし、間に合ってないからな、うん、で巨人も間に合ってはないんだけどさ、はい、だけどまあメンバー的には揃ってるということで、まあ、初戦は突破するんじゃないかと。巨人は、まあ、初戦は突破だな。なんかありますか。いや、おろしろねよみたいな顔するんだよ。いや、違います、同罪だからな、お前。いやいやいや、なんでなんで罪になるんですか。ちょっと待って、どっちかっすよ。巨人です。うん、いや、僕ももう、もう巨人かなと思ってましたよ、それは。そうだよね、はい、それは自然だよね。うん、そうです、まあ、自然って言ったら失礼ですけど、あの、自分は言ってないですよ、自然と。あの、接戦のせいこうなるかなって。なんか守ってない。いやいや、自分らはね、もうそんな別に守ることもないですし、まあ、でも巨人に有利と。そうですね、はい、ここはね、ここはまあ、やっぱ取るんじゃないですか、うん、ね、はい、はい、次行きましょう、ヤクルト阪神。ここが小川投手と、藤浪投手ですね。これどうですか。これが予想が結構難しいよな。これなぜかというと藤浪の出来次第なんだよ、はい、はいはい。で、藤浪がちゃんとまとめに投げれば、うん、ある程度抑えていくと思うんだよね、はい、つないでもさ、阪神のピッチャー豊富にいるし、うん、ただやっぱりこう、ヤクルト不利だな。それはもう、あの、総合的にひっくるめてってことですか。まあ、小川も打たれちゃうんじゃないかなって、ある程度の点の取り合いになっちゃうんじゃないかなっていう。あ、だけど藤浪がはまればピシッと抑えられるしさ、はい、6-3 で阪神。ああ、なるほど。まあ藤浪が勝つかなっていう。おお、ここはちょっと、もし悪かったらおそらく早めに変えると思うんだよね。あ、もうすぐそこはスパッと、うん、なるほどですね。これ確かにちょっと読みづらいですね。読みづらい。だから藤浪の出来次第で、小川はまあ、ある程度まとまっていくけども、はい、佐藤とかさ、うん、なんかなあ、炸裂しそうな感じもするしな、ね、開幕から。開幕やりそうですね、うん、野手が結構やっぱりフィーバーしてる感あるんで。まあそうだな、阪神は。まあ阪神はそこがやっぱりちょっと、でまた神宮っていうな、はい、ホームランが出やすいところで、だからまあそれだけに、まあ、阪神も関東近辺は強いんだよ。本当に強いじゃん。そうですね、よく打つから。横浜なんかめった打ち強いから。すごかったですよ、ね、言われますよね。ああ、やっぱ阪神の選手結構やっぱ甲子園出たがるって言いますよね。そうそうそう、はい、やっぱ甲子園では打球が飛ばないっていうんだよね。続いて広島対中日。ありがとうございます。はい、はい、そうですね、広島が、はい、大瀬良投手、はい、中日が、福谷投手ですね。はい、はい、
これはどうですか。5対2。お、5対2で広島。え？やっぱね、大瀬良と福谷に比べた場合に、まあ、やっぱ安定感というね。大瀬良投手安定します。いや、それと大野が本当はいるのに、はい、自分がやらなきゃいけないという、はいはいはい、で大野は巨人戦の頭に持ってくる。そうですね、まあ、ここら辺が成功してくれればいいんだけどさ、はい、だけどそうはうまくいかないだろうと思ってね。いや、これハマったらでもでかいですけどね。これで中日、いや、ハマったら中日はあのスタートダッシュする可能性はある。ただ春先に弱いチームだから中日は。あ、中日ですか。徐々に上げていくチームだよな、はい、で見せ場を絶対作るというか、はいはいはい、だから、まあ広島かな。初戦は大丈夫。中日なんかでも今年、いやいや、でも結構このチャンネルでもドラゴンズ、はいはい、こさらせていただいてますよ。やってるやってる。そこも含めてもこれでいいっていう。ん、まあ、まあしょうがないよね。まあそんな話ですから、これは。いや、ドラゴンズファンの方は見てると思いますけどね、この豊かチャンネル、まあ、いや、ただ、はい、やっぱそこはもう仕方ないというふうに思ってくれてるはずだ。そうですね、うん、あくまで予想ですから。そうそうそう、はい、予想だからね。得点は一応言ってるけども、はい、勝ってるっていう方が有利だということだよね。はいはい、まあ、展開的になんとなくこうなんじゃないかってぐらい、ね、まあ、なんじゃないかということだね。まあそのぐらいで聞いといてくれる、はいね、パ・リーグいきましょう、はい、まずじゃあこちら楽天と日ハム、まあ、則本と上沢と、はい、楽天涌井投手なんです。涌井投手、あ、涌井か、涌井投手です。涌井投手、あ、そうか、涌井か、涌井投手対上沢、上沢投手、投手ですね。あら、あれ、ここちょっと計算が狂ってる。狂いました。ちょっと狂ったなそうだ、涌井なんだよ。そうです、そうです。ちょっと飛ばします。ここちょっと飛ばそう。あ、じゃあここ行こう。先こっち行きますか。西武オリックス。西武が高橋光成投手で、オリックスが山本由伸投手ですね。2対1。お、あ、結構オリックス。あ、やっぱ山本は、ここはやっぱりちょっと、やっぱ結構難関だよ、ね、これ、うん、同じカードで、はいはい、高橋光成と山本が投げ合ってるんだよね。あ、そうですね、うん、はいはい、だけどその時はあの勝ってるんだよ、はいはい、コーナーが。だけどやっぱ大きな舞台を踏んでるのは山本の方が踏んでるなっていう感じもするし、はい、だからまあ2対1接戦になるだろうなっていうふうには思ってるけどね。あとなんか山本由伸投手なんか結構スタートダッシュバーンって決めるイメージあるんですけど、毎年、去年とかも山本、はい、そんなことなかったですか。いや、打たれないんだよ。打たれないけど打てないという、ね、そうっす、そうっす、うん、なあ打線の援護が打線がどうなるかって感じですよね。だからまあまあこうなるかなと、はい、で、ソフトバンクロッテ、はいはい、石川投手と、はい、ロッテが二木ですね、はい、3対2、ロッテ。おお、結構接戦多いっすね、うん、まあ、ロッテやっぱ相性いいっすからね、うん、そうそう、相性いいのと、二木が7連勝してるんだよね、はいはい、ソフトバンク、はいはい、やっぱその相性の良さもあるし。なるほどなるほど。で、二木のこの前のね、オープン戦見たけど、やっぱ安定してるわ。で、いろんな多彩だし、はい、だからなかなか手こずるんじゃないかと。で、石川が逆にちょっととっ散らかったんだよね。打ち込まれたと、はい、まあでも開幕の緊張感で、うん、おそらくあのまとまってはくるけど、はいはい、まあロッテの方が有利かなっていう。ここはちょっとロッテ上回るんじゃないかと。そうそうそう、結構接戦多いっすよ、パワー、うん、接戦多いよ力均衡してるもんそう、まあ確かに難しいっすもんね。まあまあ難しい、はい、じゃあ行きますか。最後ね、まとまりました、まとまった。楽天、日ハム、涌井投手と、上沢投手のカード。3対2。おここも楽天。おー、やっぱりここはこれちょっとさっき悩んでましたけど、どの辺が。いや、俺勘違いしてたのが則本が先発するのかなと思って。ああ、はいはいはい。で、則本の状態ってあんまり俺はいいと思ってないんで。あ、今、今、はいはい、まあ、これから上がってくるかもわかんないけど、でも開幕だとちょっと苦しいのかなっていう、はい、噂との投げ合いはね、はい、涌井はやっぱりさ、はい、開幕は慣れてるから。いやいや、それありますよね、慣れも。そう、慣れが大事だ。安定もしますからね。だって開幕って先頭バッターで打席に行った時足震えたからね。おお、やっぱそのぐらいのこう緊張というか、むしゃぶりというかさ、はいはい、まあ、来るような感じだから、それはやっぱ一つ慣れてんのと慣れてないのでは大きな差になってくる。確かに。これは僅差多いっすよ、パ・リーグ。いや、やっぱりね、開幕からね、こうバーンと離れたりとかはしないよ。
まあ、セ・リーグの場合は、やっぱり A クラスと B クラスのちょっと差があるんじゃないかなっていうのですね、まあ、そんな感じがするけど、うん、まあ、中日は3位に入れてるけど、はい、やっぱ大野が投げるんだったらひっくり返るけどね。ここで、ここじゃなかったっすけ、ね、なんか悩んでたの、うん、そうそうそう3位4位でそうだからまあそうですよね、うん、最初はやっぱこう去年も大瀬良勝ってるしさ、はい、自分がホームランを打ってまあまあただこれ大野投手残した状態でここ取ったら本当にいやでかいよ、でかい、空でかいっていうのはすごい思います、ね、空でかいやりますよ、大野が貯金ができるようになる、はい、ね、まあそういうことで、はい、まあ、勝手な予想で送らないでくださいね、はい、セパの高木豊チャンネルのセパまあ勝敗予想試合だから、ね、そうですね